リュキアは古代の地名でゲントルコミナミ沿岸のアンタルヤ県とムーラ県の地域にあたる。古代にはこの地域には多くの都市国家があり強く連携していた。またローマ帝国の時代にはリュキア族州と名付けられた族州であった。リュキア地域には戦死時代からリュキア人が住んでいた。リュキア人の祖先はインドヨーロッパ語族のアナトリア語派に属した。 リュキア語に近かったのは、紀元前2000年から紀元前1000年過ぎまで、アナトリア地方に暮らしていた民族の使うルイ語で、この民族が直接の祖先である可能性もある。古くからこの地域を支配していたのは、ギリシア民族で植民地を築いていた。後にこの地域はトルコ民族に支配されるようになるが、ギリシア民族も生活を続けた。20世紀初頭の軌道戦争で、 トルコ領となった。ルキアの位置を示す15世紀の地図ルキアは山が多く、南西の国境地帯は深い森林に覆われている。西から北西にかけてはカリア地方に接し、東はパンピュリア、北東はピシディアに接していた。主要都市はクサントス、パタラ、ピナラ、オリンポス、ミラ、トロス、ファセリス。 古代エジプトの記録には、紀元前1250年頃、ヒッタイト帝国と同盟を結ぶ、明日は同盟の一員にルッカという民族がおり、これがリュキア人だと思われる。ヒッタイト帝国が滅んだ後は、白ヒッタイト国家軍と呼ばれる独立した都市国家軍になった。ヘロドトスによると、リュキアという地名は、アテナイのオーパンデオンの息子であるリュコスに由来する。 古代にはこの地域が統一されることはなく、独立した、都市国家が強く結びついた状態として続いていた。ホメロスの著作の中では、リキア人はトロイアの同盟として何度も登場する。ホメロスの作品イリアスでは、リキア人の文献体は二人の名称、サルペドンとグラウコスに引きられた。また他のギリシア神話では、リキア王国を支配していたのは別のグラウコスで、 ミノス王の兄弟であって、クレタ島から流浪してきたという。サルペドンに従う者は、テルミアと呼ばれ、ミルヤン人と呼ばれる人々を征服して、王朝を築いた。ミレドスの町の建設も合わせて考えると、この神話は、クレタ島の人々が、コアジアに入植したことを示唆していると思われる。この他にも、英雄、ベレロポンが冒険の末に、リュキア王ヨバテスの王位を継ぐ神話など、 キリシア神話では随所にルキアが登場する。ルキアは紀元前546年にアケメネスアッサ、ペルシア帝国の支配下に入った。この時はメディア王国のハルパゴスがアケメネス朝を起こした大キュロスの将軍になって小アジアを征服した。その後はハルパゴスの後継者がルキアを統治したが紀元前468年にアテナイが支配権を奪った。 紀元前387年にペルシア帝国はリキアの支配権を奪い返した。その後、マケドニア王国のアレクサンドロス3世に征服され、やがてセレウコ市長に支配権が移った。リキア属州の1紀元前189年、リキアは共和制ローマの支配下に入った。紀元前188年のアパメア条約によって、ロドス人の支配下に置かれたが、 ローマとアンティゴノス朝、マケドニアが争った第三次マケドニア戦争の結果、紀元前168年に独立を認められた。リュキア地方の都市国家は、紀元前168年にリュキア連邦を結成して、周囲の大きな国家に対する力をまとめた。リュキア連邦は民主主義に則っ,った同盟であった。秋になると、毎年都市を変えながら議会が開かれ、そこには、 都市の規模に合わせて一人から三人の代表が参加し、ルキアークを選出した。連盟に参加した主要都市には、クサントス、パタラ、ピナラ、オリンポス、ミラ、トロスなどがあり、パタラが首都とされた。後にはファセリスも加わった。西暦4年、初代ローマ皇帝、アウグストスの時代、後継者の予定だったガイウスカイサルがこの地方で亡くなった。十三年、 ローマ皇帝クラウディウスは、リキアとパンピュリアとを合併して、ローマ帝国の属州とし、リキア属州とした。リキア連邦は、リキアがローマ属州となった以降にも機能し続けた。その後、4世紀に、リキアはビサンチン帝国の一部となり、さらにオスマン帝国に支配権が移って、トルコに組み入れられるようになった。ビサンチン帝国の支配下に入ると、 ルキア連邦は機能しなくなった。岩を削って作ったルキアの墓所に正規の文章に、ルキアの都市の歴史の魅力は遺跡には残っていない。ルキアは過去の輝きをすべて手放してしまった。という記述がある。とはいえ、ルキアの多くの遺物は今日まで残っており、とりわけ断崖に岩を削って作った墓所にその魅力の片鱗を垣間見ることができる。また、 ロンドンの大英博物館には、リュキアの文化遺物がコレクションされている。また、リュキアは、女神冷凍を祀る上で重要な土地であり、後には、冷凍の二人の子供であるアポローンとアルテミスを祀る土地にもなった。ありがとうございます。